姉を連れ戻してほしいんです。これ、姉の写真です。いいえ、誘拐です。紙と引き換えに姉を渡す。電話がかかってきて。私も何の鍵か知らないんですけど、それはできないんです。父が病気で命が危ないんです。今姉のことを知ったら、姉は新聞部にいて、特ダネがあるとかでカメラを持って家を出たのが最後なんです。姉がその時持っていたカメラを友達が拾って届けてくれたのですが、一枚写っていた写真があります。5人の女の子が麻雀をしている写真です。だけは、でも他の人の名前とかは分かりました。その手がかりと姉の顔写真は探偵さんにお渡しします。お願いです、姉を探してください。100年以上も昔に作られたそうです。言い伝えだと、幸福と不幸の天秤と言われています。